イオンモール浜松シトロは、静岡県浜松市西区に立地する、イオンモール株式会社ウニエのショッピングセンターである。2004年8月6日に、イオン浜松シトロショッピングセンターとして開業。店舗面積は65,322平方メートルで、イオングループのみならず、静岡県内では、最大規模の SC である。2007年9月22日に、 現行の名称に解消。2010年10月には全館のリニューアルを実施した。2012年7月20日現在各店舗であるイオン、浜松市都ロ店のほか約168の専門店テナントが出店している。開業当時の売り場面積は、当時のジャスコとして最大規模の2万3000平方メートルであった。1階は、食品、化粧品、生活雑貨など、 二階は、医療品。三階は、子供服、玩具、文具などを扱う。イオンラウンジは三階に設置されている。静岡県道62号浜松優等線沿いに、イオン、浜松西ショッピングセンターがある。トウモールからの距離は 3km と近接している。ものの、ターゲットや、施設の概念が異なるため、イオン同士の競争は生じても SC 全体としての、 住み分けはできているという。鉄道利用の場合、浜松駅、舞坂駅から東モールまでの路線バスが、遠鉄バスにより運行されている。イオンモール浜松シトロバス停は、舞坂駅方面が、イオンモール敷地内から、浜松駅方面が、向かいの道路上からの発車である。イオンモール、シトロ入り口バス停は、旧優東街道上にある。このか 急行便や浜松駅から別の路線へ乗り入れる便などがあるが割愛する。自家用車の場合、3500台の駐車場がある。ありがとうございます。